南都美術館はフランスの南都にある美術館である。美術館は1801年にナポレオン・ボナパルトが発令したシャプタル・レイによって14のフランスの地方美術館の一つとして設立された。1810年にフランスの外交館で美術収集家のフランス・アカルクールの美術コレクションが買い取られ収蔵された。1900年に美術館は 現在の建物に移され、2011年から2017年にかけて、美術館は閉鎖されて、拡張工事が行われた。コレクションには13世紀から現代までの美術品が、含まれるが、ジョルジ・ドラ・トゥールの、ヨセフの夢、聖ペテロの否認、老人の3点を所蔵していることで知られている。その他、トミニク・アングル、ギュスターブ・クールベ、ポール・シニャック、ワシリー、 カンディンスキー、マルク・シャガールと、1995年には、福岡市美術館、魅惑の19世紀フランス絵画、なんと美術館展が、2002年には、新潟市美術館にて、なんと美術館展が、2012年には、浜松市美術館にて、なんと美術館名品展が開催された。ありがとうございます。